山本修五郎作夫の鎧1コーダマグベイが飛竜を斬ったのは犬という生き物が嫌いだったからではないどちらかといえば彼は犬は好きであった世間にはよく犬とさえ見れば無差別に呼びかけたり頭をなでたりする人がいるがそれほどではないにしても 好きな方ではあった。しかし飛ルは彼の好きな犬の部類には入らなかった。あまりに大きすぎるし目つきが悪い。態度が傲慢だった。人を人とも思わぬつらつきで、お前たちの弱みはみんな知っているぞ。とでも言うような風をする。獣に依存する人間にはよくある風だ。 そして実際飛留は検問にこびるための存在だったつまり工岡与吉郎が御主君浅野義長のおためになるよう石田三成に送る下心で飼い育てていたものである与吉郎は孫兵衛には義兄に当たっていた彼の妻の兄であるその下になお 五郎という弟がいてこれはなかなか不変のなので気があったけれど義兄とは時がたつほど疎閣するばかりだった主君のおためにというのはよいが検問に物を送るという根性は侍として屈辱であるしかも与吉郎の場合にはあわよくば御主君を差し越えて己が 事務所有の気に入ろうとする様子さえあった太政大臣秀吉が講じて1年豊臣氏の牽制の中枢は今事務所有三成の手にあるがごどく見えるこれに対して徳川家康がようやくその大きい存在を示し始めていたしこの二者の対立は 心ある人々の目にかなりはっきりしたものになりつつあったが目の前の剣勢切り見えない人たちはしきりに事務所有の門へ出入りした与吉郎もその類いであるそれが孫兵衛にはよく分かっていた何とかしなくてはいけない折に触れてはそう考えていたのである その、なんとか、が、つまり、飛龍を切ることになったのだ。それは初めて、霜の降りた朝だった。まだ暗いうちに、備前島の方へ歩きに出た孫兵衛が、屋敷へ戻ろうとして、京橋の方へ向かって行くと、菊岡の家の足軽で、 ごんろくというものが飛龍を連れてやってくるのとあった前にも記したように子しほどもある大きいやつで太い綱をタスキのようにかけているその綱の端を権六がつかんでいるわけだが犬を引いているというよりは犬に引かれている格好だったなんというふがいないざまだ まずごんろくを見てそう思った。次に犬を見るとこいつはまたいかにも人を見下した目つきでうさんくさそうに辺りを眠れ回しながらゆうゆうと歩いている「うん俺がジブ様のお手がいになったらお前たちにも出世の道を開いてやるよ」といったふうな態度だった孫兵衛は むらむらと腹が立ってきた。それで会釈をしながら近寄ってくる権六に「おいちょっとその綱を離してみろ」と言った主人の義弟に当たるのでよく知っている相手だしまさか切られようとは考えなかったので権六は綱を離した犬はそのまま歩いてきたが動物の本能で 危険に対しては敏感だから、目の前にぬっと立っている孫兵衛を見ると、歩みを止めてじろっと見上げた。なんだお前はそういう声が、孫兵衛には聞こえるように思えた。それで、ぐっと眠つけながら、貴様はなんだと怒鳴った。犬は、う,う 低くうなった。マゴベは、なんだ、と言いながら、一歩出た。犬はまた、うっとうなり、上唇を上げて、牙を見せた。なんだ、その面はなんだと呼んだ。マゴベは、また一歩前に出た。犬は、がーっと喉を鳴らし、全部の歯を剥き出した。 おう、コーダ様、危のうございます。と、ゴンロクが声をかけたとき、犬はそれにけしかけられたように、ゴーっと歯を噛み鳴らした。脅しである。こういう犬は決して吠えない。いきなり噛みつきもしない。ちょっと自分の威力がどんなものか見せつけるのである。ゴンロクが声をかけ、 犬が歯をかみならしたとき、「ブレイモノ!」と叫びながら、マ兵ベが抜き打ちに一刀、さっと浴びせた。それは、身を引こうとする飛竜の首を半ばまで切り離した。犬は奇妙な声で一つ吠えると、横ざまに飛んで行って草地へ倒れ、地面へつけた首を中心に、くるくると、 二度ばかり回って動かなくなったコナタ様はゴンロクは真っ青になって詰め寄ったコナタ様何をなさいますこのお犬は自分様へなんだお前俺に文句を言うのか 私の役目としてこんな。黙れ。マグベイは、刀に拭いをかけながら言った。お前は何だ人間か、犬か。人間なら、もう少し腰をまっすぐにしろ。立派な男子が、犬の友をして歩くさえ弾べきなのに。お犬とは何事だ、お犬とは。カしカルだって、身分こそ軽いが。 武士には違いあるまい。犬のおもりがうまくても、侍の誉れにはならんぞ。権六はぎゅっと唇を噛んだ。孫兵衛は刀を納め。飛竜は俺がぶらいちにした。異分があったらいつでも来い。待っているというがいい。わかったか。そう言って、そこを歩み去った。 屋敷へ戻って己の長屋へ入ると彼は妻の社を呼んで始末を語った前から夫のそぶりでいつかはこういうことがあるものと覚悟をしていたらしい妻はさして驚く様子もなかった与吉郎殿は近頃目に立ってジ部へ取り入っている殿のおためというが それが本当なら、むしろ殿の恥辱でさえあると思う。それとなく、ご意見をするのが、お分かりがないらしい。それでとうとう、こういう手段をとった。おそらく、聞くおかとは、偽説になると思うが、そうなった場合、お前はどうする八代は、夫を見上げて、それは改めて、申し上げるまでもないと言った。 だが、もっと悪いことになるかもしれんぞ。いかようなことになりましょうとも。と、八代はつつましく答えた。私は、こうは、け田家の嫁でござります。決まりきった返事ではあるが、やはり決めどころを決めたという感じで、孫兵衛は心が落ち着いた。 雪次郎が石田三成に取り入ろうとするのを、どうしてそこまで彼が憎んだかというには理由があった。五主君、右京大夫雪長の父は、男女小筆長政である。元織田信長の家臣であり、秀吉とは相向の親族であったが、秀吉が関白太政大臣とまで栄達する間に、 二人の間柄は必ずしも折り合いがよくはなかった長政は二度まで秀吉のために危うく殺されようとしたその二度とも徳川家康が朝廷に立って命は助かったが二十四万石の大名としては拭いがたき屈辱だったその上去年秀吉が逝去して間もなく 朝の長政はひそかに徳川殿を討とうと謀略を巡らせているという密着を徳川家へ通じたものがあった無論根も葉もないことだったが長政としては命を救われた恩があるのですぐに五奉行の職を去り武蔵の国調布の里に隠棲して偽心のないことを 明かかさなななければならなかった「そしてこの密謀が事務所有から出たものだということは今では知らぬものがないと言ってよい。これらの事情を思い合わせると与吉郎が御主君のためと称してしきりに三成へ取り入っていることが屈辱の上塗りであると言っても無理はないだろう。 ましてあわよくば己の,の運の踏み台にしようという腹があるとすればマゴウが最悪の場合をも辞さぬ気持ちを持ったことは決して不当ではなかったのであるなんと言ってくるかそう思って待っていたが聞くおかからは別に何の頼りもなかったそして 四五日過ぎたある日のこと彼はお召しを受けて主君・雪長の御前へ出た庭へ参れ広く機嫌の悪い顔でそう言うと雪長は故障の捧げていた博士を取り誰も来るなと言いながら先に立って庭へ降りたただならぬ景色だった何だろうと 不安ながら急いでついてゆくと雪長は戦地のほとりで立ち止まったマグベはその前に膝をついて平伏した「その方与吉郎の犬を切ったそうだな」そう言われてマグベはあっと思った「あいつめ友へご訴訟しおったのか?」 自家に押し込む勇気がないので、主君の添えすがって返報しようとした。これほどまでに、少年が未練になっていようとは思わなかった。卑劣な奴だ。と思わずマゴベは、拳を握った。事実か本当にその方、与吉郎の犬を切ったか誠に。 恐れ入り立てまつる実は言い訳無用雪長の声は御殿までびんと響いた切ったかどうかを尋ねるのだモせまことに犬を切ったのかどうだほ、確かに切ったと申すのだな孫兵衛 その方の刀は、犬を切るほど無益なものか。刀は侍の魂ともいう。その方、武士の魂で。馬鹿者叫ぶのと一緒に、つと身をかがめた雪長は、片手で孫兵衛の襟を掴み、拳を上げて力任せに殴りつけた。 二つ三つ殴りつけそこへぐいぐいねじ伏せたと思うと雪永は突然一風の書状と担当を孫兵衛の手につかませ「これを徳川殿までお届けませ」とささやくような声で言った「屋敷周りは自分所有の目があるいかなる方法でもよい」 気づかれぬように抜けけ出して行け声は低かったがその内容の重大さは雷のように馬兵衛の胸を打ったはっと下げる頭を雪永はさらに一つ打ち「不心得者めこの旅は許す」「意向はきっと申しつけるぞ」そう怒鳴りつけると大股に御殿の方へと去っていった。 孫兵衛は地面に打ち伏したまま素早く封書と担当を懐へねじ込んだ書状の裏には「一茂」とはっきり書いてあった密書である家臣にも知れぬようにわざわざそのような仕方で孫兵衛に託さなければならぬほどそれは重大な密書に違いないしたがって屋敷周りに 事務所有の厳しい見張りがあることも事実だろう今この屋敷を出る者はその目を逃れることはできないどうしたらよいかマグベイは静かに立ち上がり衣服の土を払いながら遠侍の方へ戻ったそしてお披露宴へ上がろうとした時菊岡幸一郎とばったり出会った 彼は同役の者4人と一緒だったマウベイの眉が突然ビクッと引きつった「与吉郎待とうぞ」彼はそう叫びながら飛び上がり与吉郎の前に立ちふさがったその様子があまり切迫していたし自分に後ろめたく思い当たることがあったのだろう与吉郎は身を引きながら 反射的に刀の使い手をかけた。しかし、マ兵衛イはそれより早く飛び込むと。未練者、庭へ出ろと、くみつき、己もろとも、ダッド園から下へ転げ落ちた。こうだ、何をする危ない四人の連れがびっくりして声をかけたとき、羽を着た幸キ郎が、抜き打ちに銅へ切りつけた。マ兵衛イは二度まで、 その傷先をくぐった。そして体がひょいと縮み、つぶてのように跳躍したと見ると、与吉郎は火らから逆に肩のあたりまで気に離され、肩の手から取り落としながら身をねじるように転倒した。覚えたかバゴベの叫び声は人を呼び立てる4人の声に消された。喧嘩だ出会えという4人の声につれて、 廊下のあちらこちらから人が駆けつけてきた孫兵衛はちょっと行き場に迷っているふうだったが駆けつけてきた人々が庭へ飛び降りるのと一緒に血刀を下げたまま走り出しそのまま屋敷の門から外へ飛び出していった後から駆けつけた一部の人々はそのまま必死通っていったが 残りの人数は門前に集まってガヤガヤと罵り立てていたどうしたのだマゴベが気候下を切ったんだだって親族同士で一体理由は何だ気流をマゴベが殺したんだ事情を知っていると見え一人が荒ましのことを話していたしかし逃げるとは未練だな日頃のマゴベには似合わぬ 馬鹿なことをするものだ。けれど気候家の命と取り替えは惜しいよ先に抜いたのは気候家だった孫兵衛は切るつもりはなかったと思う俺は見ていたんだ証人もあるこういう問答はかなり声高かに交わされていたのでもし事務所有の目付がうかがっていたとしてもこれが孫兵衛の必死の基地だったとは 気づかなかななったに違いない。孫兵衛は息を限りに走った玉造りの辺りで追手をまったく引き離し国門口から平野川の方へ脱出したそのころ事務所有は加藤福島らの五武将と不和のことがあって居城である近江の国沢山へ帰っていただから伏見城にいる。 家康もとへ行くのに表の道をとっては石田の目付を逃れることはできないそこで孫兵衛は奈良寺を四条縄手まで行き河内の国から淀へと入ったそれまでに二日かかった淀で様子を聞くと家康は伏見城には居ず川を隔てた向島の台に移っているとのことだった かえって孫兵衛のためには幸せである彼は小倉の池のほとりに潜んでいて日が暮れてから家康の代を訪れた本多中司の家臣に平林大膳という知り人がいたのでその鳥りなしでご都合に家康と会えた対面は差し向かいで 一人の孤もなく行われた。家康は黙って封書を開き食台の方へ傾けて読んだマグベはその表をじっと見つめていた4家康はその時十八歳だった子づくりの体は 老年のえ方を見せ始めていたが、日に焼けた肌はつやつやと張っているし白髪を交えた厚い眉にも細くてつぶらな双眼にも幾十年の創設をしのんでようやく円熟の境に達した人のおおらかに重々しい風格がにじみ出ていたミッ密書の内容は伝わっていないがその翌年 関ヶ原合戦という形で現実となったその企画の誘いであることだけは確かだった。家康は読み終わるとすぐに食の火を移してそれを灰にした。担当は吉光のくすんごぶ。三成が秘蔵の品として名高いものである。家康はよくよく改めた後、 それは己の懐に収めた行ど殿から何か好評はなかったか何もございませんそうかさぞ疲れたであろう今宵はここへ寝て行くがよいそう言って家康は小獣を呼び孫兵衛に食事を与えるように命じた。 守備よく大役を果たした孫兵衛は接待の酒にも快く酔って与えられた信者に入ったそこまで張り詰めた気持ちで一筋に誤りなくやり通してきたが役目を無事に果たして張り詰めていた心が緩んだ時にその時に彼の覚悟がよろめきだした夜半に ふと目覚めた彼は、そのまま寝つかれぬままに、さて、これからどうするか、ということを考えた。事務所有の目付けの目をくらますためには、いかなる方法をとってもよい。ご主君はそう言われた。また、与吉郎を切ったことは、自分としては、なすべきことをなしたという意味で悔いはないけれども。 それではこのまま屋敷へ帰れるかという疑問があった与吉郎には弟がいる親族もある彼らが黙って孫兵衛のしたことを受け入れるはずはないことによると弥五郎はもう俺の後を追って屋敷を出ているかもしれぬ不便者の弥五郎はおそらく 半時も暗漢としてはいないだろう屋敷を出かける彼のおった顔つきが孫兵衛には見えるように思えたこれが当たり前の果たし合いだったら与吉郎を打ったその場で潔服するかそうでなければ弟ご五郎を迎えて勝負したであろうしかしそれとこれとは事情が違うのである この上八五郎を切る必要は少しもないしまた与吉郎連れの命と自分を引き換えにするのもまっぴらだでは一体どうしたらよいのかマグウェイは明け方まで一つことを考え尽くしたそしてつまりはいずれとも心の決まらぬままで 向う島の台を辞去したその朝は事に霜が深くまだほのぐらい野面は雪でも降ったように見えたとにかく大阪へ戻ってみようとりとめもなくそう思いながら宇治川の岸まで来た時今しも私しがついて 四五人の客が上がってくるのを見た。その中に武士が一人いた。マグベはぎょっとして素早く傍らの総林の中へ飛び込んだ。幸運だった。身を隠した刹那には、いや、まさか、と思ったのだが。私船から上がってきた侍は、菊岡八五郎だった。 そう認めると、そのままマゴベは、総輪の中を足に任せて走った。命が惜しいのではない。いや、命は惜しい。だが、卑怯で惜しいのではない。こんなことで、死にたくないだけだ。やがて、大阪と関東との間に合戦がある。必ずある。俺は武士として、 その合戦に合わずに死ぬことはできない。その時までは生きるんだ。そして、ごばぜんにむくろをさげるんだ。走りながら、彼は自分をとき伏せるように、それを繰り返していた。三日目にマゴベは、琵琶湖の西岸を北へ向かって歩いていた。オウの国くつきには、 くつきもとつなのきょじょうがあるその家に泉兵庫す助という知り人があったふしみを出てから5日目のたそがれちょうど降りだした雪の中を孫兵、ま、えはくつきの町へ入っていった兵庫す助はしゅようで京へ行ったあとだったが家族の者のはこころよく迎えてくれた 矢五郎が追いついてきたのはそのつい翌々日のことであった泉と幸田とが父の間柄だということは縁者としてよりも同じ家中として矢五郎が知っているのは当然である大坂から人がお見えでございます泉の家人がそう告げに来た時孫兵衛は の今出ますそう答えて家人が去るより早く彼は大剣をひっつかんで家の裏へ飛び出した朝から降り出した雪がまだやまず郊外はもうくるぶしを埋めるほど積もっていた彼は山地の方へ懸命に走ったお,おい という叫び声が聞こえた。三度目にはよほど遠かったそれで振り返ってみると吹きまくる雪の彼方に八五郎の姿がちらと見えた孫兵衛は首里岳の方へまっしぐらに走り続けた五 年が明けて、慶長五年となった。孫兵衛の休む暇なき、天々流浪の後、記すようはあるまい。秋八月、彼は加賀の国で、石田三成の挙兵を聞いた。ジブ昭遊殿の軍勢が、伏見城を取り囲んだそうな。伝わってきた風評は、 すでに草がかなり発展していることを示していた。そして、その事実を証拠立てるように、金沢の前田とじ長が,がにわかに出兵し、同じ加賀の大将寺と小松城との攻撃を始めた。大将寺には山口宗長、小松には庭長重がいる。両者とも石田軍に属する。 北方の守りだった。孫兵衛は、しまったと思った。待ちに待った時があまりに早く来た。そして戦は、極めて急速に進捗しているようである。もし、合戦に遅れたら、ああ、もし、そんなことになったとしたら、武士の名もスれ、二百余日の間、 意地を忍んで隠れまわった苦心が水の泡となってしまう。彼は飛び立つように出立した。春の頃一度、若さの国から妻へ消息を出したが、果たして届いているかどうか。ともかく一度、大阪へ出ようと考えた。しかし、大正寺との海戦で越前への道は、 みんな塞がっていた。危険を犯してゆくか、それとも、ひだを回ってゆくか、心せきながらどうしようかと迷っているうちに、戦の様子がだんだんわかってきた。三成の挙兵は、家康が上杉市討伐の軍を東へ進めた後のことで、ご主君、浅野雪長も、 その討伐軍に加わっているらしい。それでは大阪へ行く意味はない。マグベはすぐに思い止まった。妻のことが気にかかったけれど、今はどうする糸間もない。道を引き返して越中から飛騨へと入った。浅野家の領地は海の国二十万国で、 居城は甲府だった。領地からも出兵するに違いないし、すればその採上する途中で会えるだろう。そう思ったのである。飛騨の国、高山へ出たのが九月八日だった。そこは金森兵部、近長の領地で、兵部入道も、やはり家康の統制軍に従っていたが、その子、 出雲守有氏へは、三成御兵の方に馳せ戻り、早くも美濃へと攻め入った後だった。それで、かなり詳しく戦の模様を聞くことができた。それは加賀で聞いたものより、もっと休迫していた。すなわち、伏見城を陥れた西軍は、勢へ侵入する一方、 本隊は投降して大垣城を奪取。すでに三成はそこに A を進めている。また、東海道を攻め登った徳川軍の戦法は、8月23日に西軍の前衛たる岐阜城を攻略し、諸将は赤坂の駅まで陣を進めているという。岐阜城の戦は、 かなり激戦であり、浅野雪長も合戦の一翼にあって、華々しい手柄であったということだった。遅れた、遅れた。マ兵衛は自断打を踏んだ。通信の極めて不便な時代であり、しょ一度に戦が起こっているので、風評を聞いて飛び出した時には、もう遅かったのだ。彼は、 世も日もなく、道を急いだ。両軍の主力戦はこれからだ。命を落としても、その戦に遅れてはならぬ。道は極めて困難だった。山は険しく、谷は深い。しかも、要所要所には、厳重に板書ができていて、少し怪しいものと見れば、どしどし減速してしまう。心はせくが、 なななかかかかはかどらなかったそしてようやく美濃へ入ったのが十二日岐阜城を見たのは十三日だった徳川家康は本体を引っ下げて十一日に清須へ到着し十三日には岐阜へ来ていたのでそこは群馬でもみ返す混雑だった孫兵衛は 本田忠勝の陣を訪ね平林大前に面会を求めた彼は平服のままだったポグソクを買うことさえできなかったそれで大前に頼んで足軽の具足でもよいから借りようと思ったのであるしかし平林大前はそこにはいなかった先発隊と一緒に前線へ出た後だったのである よし。それなら、このなりで切り込んでやろう。武士が戦場へ出るのに、物の具もいただけないというのは恥としてある。けれども、そんなことを考えているいともはなかった。孫兵衛は心を決めて赤坂の駅へと向かった。朝の雪長は、樽井の駅の西に陣をしていた。十四日の夜、 彼は樽井へ入ったが、どうしても、ご主君の陣へ、志向する気にならなかった。何か、ひ働きしてからでなくては、勾売に合わせる顔もない。孫兵衛は、檻からの激しい雨を犯して、闇夜の道を、さらに西へと進んでいった。慶長五年、九月十五日。 陽気とともに雨はやんだが、山夜は一面に濃霧が立ち込め、相対峙する東西およそ十四五万の軍勢は、引き絞れるだけ引き絞った弓鶴のように、満を持して、戦期の至るのを待った。かくして、午前八時、東軍の左翼にあった井伊直政が、敵右翼にある浮田秀家に向かって、 完全と戦を挑み、ここに関ヶ原合戦の幕は切って落とされたのである6おおそこへ行くのは幸田孫兵衛ではないか乱軍の中だった松平忠義の陣を抜けて合戦の真っただ中へ切り込んだ孫兵衛が鮭無に 前へ前へと突進していた時不意に脇からそう呼びかけられた振り返ってみると本田の陣へ訪ねた平林大前である平林殿かどうした怪我をしたそうではないかそう叫びながら大前がはせつけてきた怪我、俺がかいい殿の先陣について 浅野の別動隊が切り込んだという目覚ましい働きぶりで、高田孫兵衛が重傷を負ったと今聞いたばかりだ。孫兵衛はあっけに取られた。自分の他に高田孫兵衛がいるというわけはない。何か間違いではあるまいか。しかし、それは確かなのか。確かだし思うかおう、ミロ 大前は手を挙げて右手を刺したあそこへ引き上げてくる人像がそれだあの刺し物は二つ矢羽確かに技巧の刺し物ではないかまさにそうだった黒の市販に白く二つ矢羽を抜き出した刺し物まさしく自分の刺し物に違いない後に合うぞ 捜査権で孫兵衛は一惨にそっちへはせつけたおよそ十五六人の兵が負傷者を乗せた盾を守ってやってくる近寄ってみるとそれは孫兵衛の支配するやり組の兵たちだった彼らも孫兵衛を見てあっと声を上げた待てその盾の上にいるのは誰だ 兵たちは何か答えようとしたが黙って静かに盾を下ろした負傷者の着ている鎧は孫兵衛のものだった頭の脇に置いてある兜も彼のものである誰だ気候は誰だ孫兵衛は横たわっている相手の肩へ手をかけた負傷者は静かに振り向いたそれは 妻であった妻のしろであったマグベはがく然と息をのんだお前かしろお前だったのか旦那様しろは広くかすれた弱々しい声で途切れ途切れに言った許しくださいまし 族をししました。女の身で差し出たことをいたしました。でも、お待ち申していたのです。お待ち申して、もう間に合わぬと存じましたから。言うな、俺の落ち度だ。俺の遅れたのが悪かったのだ。彼は妻の手をしかと握って やしろは潤んだ目でじっと夫を見た。身代わりのことは誰にも知れぬようにしてございます。それをどうぞお忘れなく。わかった。孫兵衛は強く頷いた。今は何も言わぬ。下がって早く傷の手当てをするがよい。心を確かに持っているんだぞ。 私は大丈夫でございます。よしではもうひとがもんその鎧を脱いでくれ。無理だとは思ったが抱き起こして鎧を脱がせた脇つぼが痛ましいやり傷だった目をつむって妻の血にぬれた鎧を着たではしろ、行くぞ。 妻は燃えるような瞳を上げて食い入るように夫を見た「古文めでたく死ぬなよ」言い切るとともに彼は決然と乱軍の中へ切っていった馬の国までは東軍の苦戦だったどちらかというと圧迫されある時は 家康の本陣までが危うく見えた雨上がりの戦場は軍馬のためにこね返され切り結ぶ兵たちは敵も味方も泥まみれだった孫兵衛は島津維の隊へ真っ白らに切り込んでいたそれは全く捨て身の戦いだった群がる敵中へ全く単身で 挑みかかったのである。右京大夫、浅野雪長の家臣、香田孫兵衛。彼の叫ぶ名乗りは、どよみき上がる歓声の中に、幾度も高く響き渡った。すると、それに続けて、同じく、菊岡八五郎敏信という名乗りが聞こえた。八五郎、孫兵衛は、 殴りつけられたように感じた。彼は声の下方へ振り返った。敵兵の中に、まさしく、気候やご五郎の姿が見えた。そして、孫兵衛の方をちらと見た。何か叫んだようだった。孫兵衛が振り返ったのは、ほんの瞬きをする暇であったが、そのわずかな暇に、敵兵が二人襲いかかっていた。 わっとわめきながら突っかける槍をかわすいたまがなかった。高もも深く刺された。しかし刺させたまま彼は相手の脇へ立ちを突っ込んだ。相手は横へよろめいた。その時二人目の敵が切り込んできた。その刀は鎧の胴に当たってカットなった。 マグベは左へ体を転じようとしたが、高も,もに刺さったままの槍が足に絡んだので、そのままだっと横倒しになった。しまった羽ね起きようとする真っ向へ敵の二のたちが撃ち下ろされた。彼は自分の頭蓋骨がガンとなるのを感じたきり失神した。 孫兵衛が我に帰った時すぐそばにいたのは気候や弥五郎だったああ俺は弥五郎に救われたのだなそう思った弥五郎は彼が目を開いたのを見てニッと微笑して戦は勝ったぞと言った金を秀明の寝返りはこうおうした 石田君は死に滅裂の敗軍で今味方は必死に追撃中だマグベはうなずいたまましばらくじっと矢五郎を見上げていたが「貴様どうして俺を救ったのだ」と喉のかすれた声で言った「救いはしないよ矢五郎はかぶりを振った」 気功は自分で敵を倒した。相手のたちが気候の真っ向へ割り付けた途端に気は敵の胴を取っていた。すさまじい一刀だった。相手はその人達で倒れたんだ。俺はただ、ここまで担いできただけだよ。なぜ切らなかったその時、なぜ切らなかったんだ や五郎は手を伸ばして、孫兵衛の肩を押さえつけた。それから、遠くの空を見るように目を上げ、静かな声でつぶやくように言った。我は菊を、伏見城へ追って行った。それから、大海のくつきへも、若さへも行った。田島の国まで探したよ。 だが、それは気候を切るためにではない。ごし君のもとへ帰るようにというためだった。マ兵ベは、不審そうに目を見アった。やごろ、それはどういう意味だ俺は、兄がどのような男か知らなかった。それで、 殿から子細を聞かせていただいたときは、恥ずかしくて身の置き場がなかった。しかしそれだけではない。殿は気候の身をお案じ遊ばされて、お迎えに行けと仰せ出されたのだ。それで俺は後を追ったのだ。孫兵衛は思わず歯がみをした。 そうだったのああそうだったのか,ああそうだったのか自分はただ仇討ちを仕掛けられるものとのみ思っていた未練だった臆病とも言うべきだ心さえ決まっていたら百名を果たしたあとたれてやる覚悟さえ揺るがなかったら 医薬余日も逃げ隠れるようはなかったのである来たるべき合戦までは生き延びたいそう思いそう思い始めた心の揺らぎが合戦にも遅れ妻に重傷を与える結果となったのだ武道の根本は死を恐れぬところにあるこの分かりきった真理を しかし、孫兵衛は今、身をもって体験したのだ。八代は、命を取り留めたよ。八五郎がさ、囁さくように言った。気候のことも伝えておいた。向こう傷だと言ったら、喜んでいたよ。惨状を見せてくれ。孫兵衛は、妻を思うことに耐えられなかった。 それで、わざと話題を転じた。八五郎が、よしと言って、抱き起こしてくれた。よく見ろ。ここは桃配り山の本陣続きだ。向こうが関ヶ原。正面にあるのが天満山だ。気候は、あの森の脇のところから。八五郎が、手を挙げて説明する声も。 中は耳に入らなかった孫兵衛はせき上げる涙を隠しながらつぶやいていた八代もうすぐ会うぞ山本周五郎作く友のためではない一 よし、こいつ切ってやろう。相沢虎次郎は即座に心を決めた。以前から時々そう思うことがあった。生かしておいてもお役には立たない。いや、うっかりするとお家の名を汚すようなこともしかねないようだ。幾度もそう思ったが、相手の角之助の父、牧田内樹は、庄内藩、坂井家にとっては、 心のある人物で、角之助はたった一人の男子だった。父親の心を思いやると気の毒でもあるしまた相手を切れば自分も切腹は免れない。あんなつまらぬやつのために命を捨てるのは残念だという気持ちもあった。おそらく家中の者のは誰しもそう考えたであろう。それがまた格之助を、 同調させる元でもであった半家に功労のある老身の子であり、漁力も強く、18歳という年には似合わず、当方にもずば抜けた腕を持っている。随分厳しく育ったつもりだが、と、父親のない気も探索するが、それほど悪くなっているとは知らないらしい。結局は誰も抑えるものがないので、類を持って集まる仲間と、 好き勝手なことをするそれがだんだん目に余るようになったその数日前相沢寅次郎は国家老に呼ばれて江戸にいる御主君への使者を命ぜられた参勤中の井忠党から国元の書庫にあるこれこれの書物を調べて寅次郎に持ってこさせるようにを 特に名しの申しつけがあった。常々学問のお相手には彼と杉沼金之丞という者とがよく召される2人は同年の18歳でありまた無理の友でもあったが気の強い虎次郎に対しておとなしい金之丞はいつも陰に回るようにしているため忠敬からお声のかかるのもどちらかといえば虎次郎の方が多かった。 その時の御用も本当なら金之丞の役なのだがご指名だからやむを得ず彼は金之丞に相談をして書庫の調べを手伝ってもらったそして角之助との争いはその調べが終わっていよいよ出立という前日のことだったのである「明日出立いたします」と国が老に届けて下城する途中 大手のマス型のところで、向こうから駆け足で曲がってきた男があり、避けようとした虎次郎と激しく突き当たった。しかも相手はいきなり、バカ者目を開いてやるけと、怒鳴りつけた。それが格之助であるのを見て、虎次郎はムラムラと怒りがこみ上げてきた。下級の御用でもない限り、 女中を駆け回るということはないものだ。己の方こそ謝罪すべきだのに、そう思っているところへ押しかぶせて。なんだ、相沢のあぶよたんか刀の抜きをも知らず、無用の字ばかり見ているから、道も満足には歩けない。学問ができても、御馬前のお役には立たんぞ。その一言が、寛人の王を切った。よし、こいつ切ってやろう。 虎次郎は即座にそう決心し、どちらが御和前のお役に立つか、試してみようではないか。と叫んだ。2>, 2。その夜、かなり吹けてから、虎次郎は密かに杉沼金之丞を訪ね、格之助との始末を語った。それで、切ったのが、 金の城は静かに聞き返した。切った。鉄砲まとばの裏の腹で見事に切ってきた。そして、そのことは何でもないのだが、切った途端に江戸への死者の役目を思い出したんだ。虎次郎は安全と表を伏せた。こいつ、切ってやると思った時は、恥ずかしいが死者の役を忘れていた。 日頃からの怒りが一時にこみ上げて前後の分別を失ったのだ角之助を斬ったからには俺も切腹するそれについて頼みがあってきたのだが江戸への使者の役をそこもとに代わってもらいたいのだそれはいけない金之丞はそっと頭を打った役目は殿から そこもとへのご指名だ。江戸へはそこもとが行かなくてはいけない。しかし、格之助を切った以上は。それは俺が引き受ける。穏やかに、落ち着いた声で、金の城はそう言った。相手が相手だから、切腹せずとも、解決のつく方法はあると思う。それはよく考えて、俺が始末をつけるよ。そこもとは構わず。 江戸へ出発するがいい。平常から控えめな視力の深い金之丞ではありその時の落ち着いた口ぶりがいかにも何か思案ありげだったのでなお二三押し問答をした後虎次郎はついに友の意見に従うことに決めただは、役目を果たして帰るまで角之助とのことを頼む帰ってきたら どのようにも責任をとるから。そう言い交わして、杉沼の家を辞したのであった。虎次郎が、江戸屋敷へ着いたのは、万事二年の十月初めだった。そして着いた三日目に、国元から休止があり。杉沼金之丞が、牧田角之助と死闘をし、相手を討ち果たした上、辞訴して出たので、 藩の掟きてり切腹させたということが江戸屋敷の渦中に披露された虎次郎は色を失った「いかん」と思いすぐ老職に事実を告げようとしているとそこへ休備客が金之丞からの手紙を届けてきた虎次郎は震える手で封を切り すぐに開いてみるとこの手紙がそちらへ着く頃はすでに自分はこの世を去っているであろうそういう書き出しで次のような簡単な文章が記してあった半家の恩ために牧田柏之助を処分せざるべからざることはいささか志あるものの 等しく岸至るところにござそろう。そこもとは、誰かがなさざるべからざることを率先してなした。すなわちことは、死闘にあらず、お家百年の御ためにて騒ろう。拙者が辞訴し、御法通り、切腹の仰せつけをこうむり騒ろうこと。そこもとお聞きの説は、おそらく、友情のためとも、おぼしめさるべし。 もしさようなれば、お考え違いなること、ここに半然と申し上げそうろ。戦場にはそうらえども、拙者はそこもとこそ、やがてお家の中席たるべき人物なりと、かねてより確信をもって期待し参りそうろ。いかなることありとも、格之助ごとき者の命と、 取り替えには相ならず。誰が責任を負って死すべきかとなれば、お家将来のためには、そこもとより拙者の死すべきがまだしもにござそろう。そこもとは繁華のために、誰かがなさざるべからざることをなされそうろう。されば拙者も繁華将来のために、誰かが追わざるべからざる責任をおいしまでにて、 断じてささたる友情にはこれなくそう,ろう念のため一筆という結びの文字を読みながら虎次郎は泣いた友情のためではないと断るのはこの心を無理してくれるなという悲壮な叫びである自分は死闘の罪で切腹 という侍として不名誉な死に方をしても、繁華の忠誠となる友を生かすことができれば悔いはない。そういう銀の城の一筋な心が、今、虎次郎には痛いほど鮮やかに感じられる。そうだ、この杉沼の心、無理してはならない。彼は、 涙を押しぬぐって座を立った俺は金之丞と二人分のご奉公をしなければならん忠責となることはできずともこの命一つを必ず二人分のお役に立てるのだ出資の国言が来ていた虎次郎は支度を改め 何事もなかったもののように静かに御殿へ上がっていった。そして、友の死が本当に友情のためであるかないかより、それほど自分を信じてくれた友のためにも、全力を尽くしてお役に立つ人間にならなければならぬと誓うのだった。 今日も日本晴れの神田一円に、八五郎の景気のいい底辺が響きます。底辺だ、底辺だ、ウェブン。よさねえか、八。底辺はおめえだけのもんじゃねえ。近所の熊子だって、たまには底辺を言いてえとよ。底辺は俺の先輩特許だ。気安く使ってほしかねえ。いっぺん、久保様に汚れてこい。久保様、でっかく出すぎだ。こいつら、 おめ見え以い下いもいいか、主張人で撮ったりよ。だな、ハチ。でもよ、オーディオブックチャンネルでメンバーシップが始まったんだ。こいつは大変だろう。大変って言葉から意味が取れたのかともあれ、案件ではないな。案件じゃないけど、七味って男に頼まれた。野村鼓動に山本修五郎、林不妨に吉川栄治。通常動画の先行配信から、メンバー限定の動画まで。 毎週あげてる割に人が集まらねえってんで投げてたちょっと待て護道先生がかかってんのかそれは宣伝してあげねえよ俺たちの生みの親だちなみにメンバーシップでは広告なしの配信だそうです自作小説の朗読も得りてえそうで執筆活動再開のためにも皆さん振るってご参加ください自分の小説の宣伝が チャンネル立ち上げの元だったもんな。うまく読めねえってんで、ずっと練習してたら、もう二年ばかり経ってた。こいつは本末転倒だ。バカな野郎だ。ところで、おめえは入ってやったのはん浅草の神子に入りに行かなくちゃ。八五郎、そく草とどまにてわらじを吐いております。あんな野郎だ。ですが、視聴者の皆さん、 七味の野郎を助けると思って一応ご参加してやってください。親分。